ダッシュ1号エンペラープレミアム作ってみました。まあ自分は正直言って4クロは知らなかったです。まあ無理もないわな。でも最初に知ったのが爆走兄弟レッツエンドゴーで、まあそれからミニ四駆結構ハマってましたね。まあ中学校の時だったんで、最初に見た場面が本当に良かった。マグナムセーバーとソニックセーバーを土屋博士に返すシーンで、どうして返すんだい、君たちは立派にセーバーを自分のものにできたじゃないか。あのセリフ、正直なんであれ返すのか前の話を知らなかったんで全然分かんなかったんですけれども、まあその後に原作を見て、こういう流れから返さなきゃなんなかったんだなっていうふうに。ただ列がちょっと話を誇張というかおかしな方に認識していたために、あの場面が出来上がった、あの感動場面が出来上がったというやつでした。空力マシンセーバーをグレートジャパンカップスプリングレースまで預けるということだ。ただしそれまでに自分のマシンに仕立て上げられることができなければ返してもらうという条件で、この条件をレッツはスーパーグレートジャパンカップのスプリングレースで入賞するレベルまでマシンを早くできなければっていうふうに勘違いしたんですけれども、そもそも土屋博士そこまで言ってないんですよね。空力マシンセーバーを自分のものにできなければ返してもらう、つまり自分のものにできないイコール誰が作っても同じようなレベル、つまりスピードも大したことない、直線コーナリング大したことない、変わらない、そのようなレベルにしか作れなければっていう風な意味だったんで、別にスプリングレースで入賞するっていうのは条件じゃなかったんですよ。レッツ実はそこを勘違いしていたけど、それを勘違いしていたおかげであの感動場面が出来上がったという感じでしたね。本当にまあその感動場面があったからこそ自分もミニ四駆にハマったんですけれども、でこの四駆郎は正直アニメの方だけしか知りません。漫画どこ探してもないんですよ。もう電子書籍で買っちゃおうかな。アニメではまあ主人公というかすんげー豪華なメンバーが揃っています。野沢雅子さん、源田鉄章さん、関俊彦さんに、津久井恭生さんに、佐久間玲さんが主人公、そしてそれをまとめる監督が中尾隆生さん。うわーってな感じですよ本当に。で側面がこんな感じで、基本的にダッシュシリーズというか徳田ザウルスさんのマシンは全体的にタイヤがむき出し状態になっているのがあります。レーサーミニオクラかスーパーミニオクラかっていう風なパターンで種類分けされています。それに対して爆走兄弟レッツエンドゴーシリーズではタイヤがカウルによってタイヤが隠されているという状態、全体が見えないという分な形でフルカウルというふうに呼ばれています。でまあ作ってて思ったのが、このミニ四駆徳田ザウルス版のダッシュ4クロ、越田哲也版の爆走兄弟レッツ N5、一番の違いって徳田ザウルスバージョンの方が圧倒的にシール数が少ないんです。シール数が少ないというか、
シールの面積がでかいと言うべきかな。で、それに対して、まあ、貼りやすいというか、列号の分は、まあ、デザインが細かいのか、本当にちっこい分も多々あるけれども、細かいところに貼る点で、結構、細かい。ただ、作りやすさはやっぱりこっちの4クローの方がカウルの作りはやりやすい的な感じを見受けましたね。まあそれもシールが貼りやすいっていう感じのところが大かなっていう感じです。